福岡大学の入学式にはコロナ禍の3年間を乗り越えて合格した新入生が真新しいスーツ姿で出席しました。受験とか乗り越えていろいろコロナで不安なこともあったんですけど、友達と無事迎えられてとても嬉しいです。4年間勉強と部活両立するのと、友達いっぱい作りたいなって思います。式では新入生代表の田原萌さんが、異なる価値観や多様な個性に接し、柔軟な思考力と実践力を養いたいと決意を述べました。副大の入学式は新型コロナの感染対策で、去年までは家族は入場できませんでしたが、今年は2人まで参加が認められました。